皆さんこんにちは、ビームスジャパンのリーです。本日はこちら、海江田中とレイビームスのスペシャルアイテムをご紹介したいと思います。では本日は海江田中のスペシャルアイテム、洋服を3型と後ほどアクセサリーをご紹介したいと思います。まずはこちらのシャツをご紹介したいと思います。結構海江田中といえば解禁シャツが毎シーズン出しているんですけれども、その解禁シャツをレイビームスのスペシャルアイテムとしてお作りしております。こう見ていただけると、手に取っていただけると分かるんですが、こう着物で使われるようなちりめん生地を使用しておりますので、サラッとした素材感で夏場着用していただいても、お肌にペタペタつかずに清涼感のある生地でございます。はい、でこちらの解禁シャツなんですが、お色味がこちらのオレンジとこちらのネイビーの2色展開でございます。お色によってこのフラワープリントのプリントが異なりますので、そちらも実際にご覧いただければと思います。で細かいディテールとしては、ちょっとボタンもお色によって、こちらはホワイトであったり、ネイビーはこちらのネイビーのボタンを使用して、お色によってデザインが異なります。サイズ感はワンサイズなんですけれども、肩がかなりこうゆったりしておりまして、全体的にこうラインが出てぴったりというサイズではなく、少しゆったりめのサイズ感でございます。ディテールとしてはこちらに胸ポケットが左側に一つございまして、一番のポイントがこの裾の部分にこうぐるっとコードが入っているんですけれども、こちらをキュッと絞っていただけますと、こうちょっとウエストをブラージングしているようなシルエットになりまして、かなり雰囲気を変えて着用していただけます。次にご紹介するのは、先ほどのシャツとトモジのパンツをご紹介いたします。こちらはウエストがゴムになっているイージーパンツでございまして、先ほどのシャツと同じ生地のちりめん生地になっているので、夏場も涼しく着用していただけます。でポケットも両ポケットにこうサイドにポケットがあるので実用性もあります。そしてこちらのパンツの一番のポイントが、先ほどのシャツの裾にも入っていたんですが、こちらぐるっとコードが入っておりますので、今そのままストンと着用していただけるんですけれども、こうキュッと絞っていただくと、こっそりボリュームが出て足元足首がこうすっきり見えるようなシルエットになります。でコーディネートとしては、こちらのパンツと先ほどのこっちのシャツでセットアップとして着用していただいてもとても可愛いですし、こうドローコードをゲットしていただくとオールインワンにするようなシルエットになるので、ぜひ着てみてください。そしてこちらのアイテムなんですけれども、やっぱり夏場のお洋服には嬉しく、お洗濯もできますので、ご自宅で洗えるのも嬉しいポイントでございます。3つ目にご紹介するのがこちらのワンピースでございます。こちらのワンピースはコットンとリネンの混合地で仕上げておりまして、かなり夏場でもさらっと涼しく着ていただけます。こう見ていただけると分かるんですけれども、刺繍が施されているんですが、こちらはリサイクルコットンを使用しておりますので、繊細なんですけれども、どこかこう温かみのあるようなこう風合いになっております。そしてディテールといたしましては、ポケットがこちらも両サイドにあるので実用性も兼ね備えておりまして、手はかなり長めで、
私162センチなんですけれども、着用したところちょっとこう足首が出るくらいの丈感でございます。でこうリネン素材なのでちょっと透けるのかなと思うんですが、今回1枚でさらっと着ていただくために透け感が少ない素材でお作りしておりますのでご安心ください。1枚でももちろん可愛いですが、こう後ろに深くスリットがこう入っておりますので、お持ちのこうパンツと合わせてレイヤードしていただいてもとても可愛いと思います。サイズはワンサイズでございまして、お色展開はこちらのブラック地にネイビーの刺繍を、配色はこちらのマネキンが着用しているベージュにホワイト刺繍の2色展開でございます。こちらも手洗いでお洗濯が可能なので夏場も安心して着用していただけます。では最後にアクセサリーをご紹介したいと思います。まずは私がこちらつけているこうちょっとメッシュ編みで編んでるレザーのイヤリング、このメタル部分がシルバーのリングがこうポイントになってとても可愛い一点でございます。お次もイヤリングをご紹介したいと思います。やはり文枝田中といえばリーフイヤリングだと思うんですけれども、こちら今回スペシャルアイテムとしてご用意したのがこちらのイヤリングでございます。インラインでは全てこうフラワーモチーフだったんですが、今回このリーフとフラワーのミックスでお作りしております。こちらブラックとあとはこうナチュラルなお色が特徴で、ちょっとグラデーションカラーで様々な色を合わせたベージュの2色展開でございます。こちらベージュはメタル部分がゴールド、ブラックはメタル部分がシルバーでございます。こちら両耳で販売しているんですけれども、結構大ぶりで存在感があるので片耳でつけていただいても可愛いかなと思います。お次にご紹介するのがレイビームスでは珍しいこう新しい提案としてハングネック、こう、ネックレスのように使っていただけるんですけれども、結構こう首元に沿うようなデザインでございまして、こちらのこうフリンジがかなりこう特徴的で可愛い一点となっております。ここはこう牛革になっておりますので、こうちょっと異素材を楽しめるようなデザインでございます。かなりこう短めのデザインなので、お持ちのこうロングネックレスと合わせていただいて重ね付けしていただいてもとても可愛いです。そして最後にご紹介するのがこちらのこう馬の毛を使ったネックレスとイヤリングのシリーズでございます。本当に上質な馬の毛をブリーチして一つ一つアクセサリーのモチーフにして作っております。先ほどのハングネックと違ってこうロープ編み、ロープでなっているのでかなりナチュラルな雰囲気になると思います。こう今つけていただくと結構長めで着用していただけるんですが、後ろのこのコードの調節ができるので、はい、こうちょっと首元に沿うようなデザインで後ろのこのロープが垂れていてもとても可愛いと思います。で同じこの馬の毛のシリーズでこちらのイヤリングのご用意もございます。ブリーチした木に毛の色と馴染むようにこうゴールドのパーツがすごく特徴的で可愛いです。そしてイヤリングすべてなんですが、嬉しいポイントとしてしっかりこうキャッチがシリコンであるので長時間つけていてもあまり痛くなりにくいのが特徴的です。いかがでしたでしょうか。こちらのアイテムはレイビームスを展開している店舗にてご用意しております。オンラインでもご覧いただけますのでぜひご覧ください。そしてもしよろしければこちらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。